はい、じゃあ行きましょう。続きをね、行きますよ。乗り込みましょう。いよいよ滝に天帝のいる高皿王国の内部に潜入です。パート何個だっけな。まだ20はいってないはずですね。10何ですね。基本的に、そんなに
回復忘れてたらちょっと言いたいなと思うけど、あんまりね、あんまりですね。2つあるな。上から行こう、近いとこから行こう。あれ精神じゃん、まあ、食らうか。それなりには食らってるか。するんですよ。たくさん出てくるんですよ、シュミン軍が。嫌になるぐらい出るんですよね。
レベル上げちゃうとね、ボスが開けないっていうことになりますから、ずっとなってますから、ある程度調整しながら調整できてないんですけど、ね、想像を超える弱さだった。
性のために逃げなきゃいけないいけないっていうか逃げてるっていう、もう なんとも言えないの。もうちょいかな。山神の鈴って何？ああ、いらない。本爆劇樹かな。他はまあファイ、なんだろう、ブリザードぐらいな。やつです。ここ開発アリス、ああ名前か。こんなアイテムばっかりですからね。あとはね、いらないんですよね。違う。
倒したけど弥勒帝とのそうなの。じゃあ弥勒帝を叩くと弥勒帝と戦うとこれから、三種の神器はスバルが持ってるんですね。なんでなんでですか。で俺が弥勒帝みたいな化け物とまた戦わなくちゃならないんだ。そうはいかないのよ。まさか忘れたわけじゃないでしょ。私と上白くんは鍵なのよ、だからこの二人がいないと始まらないのか。なるほどね。姫の神社に神社がない。建物の中でやたの鏡を使えと教わったんだけどないっていう。なんかいるし。もうきじゃん。よこせと。
さあ来るんですね。南にあるんだね。南というか、まあ南か。そんなに離れてるわけではないんだけど。スバル、スバルか。違う、サラスは呪われてるんだ。
か。どうせだし。スバルも連れて行きましょうか。男に女にで行きましょうか。ちょっとね、HP が低いんですよね。まあ行くか。これで行こうじゃない。精神加減をどっち連れて行こうかな。精神者にしようかな。いやでも加減を。いやでも先進者の方が使えたな。ですね、 HP が高いのでどうしますかね。影を、うん、つまり同梱レイユ使えるのどっちだっけ。あ、3人使える。回復魔法2人、まあそんなにいらないか。白の座もいっぱい使えばいいし、そんなないけど。したよ。当日魅力ですよ。次はどこにいるんだい。桜姫様の魅力の行方を探していたの。この谷間は多くの世界の接点にあたり、魅力帝のいる世界もここからつながっています。私の調べでは魅力帝は無限境という世界にいるようです。そなたがはるか昔この谷間から出た時に谷の入り口の左の扉を開けたでしょう。しかし無限境に行くには反対の右側の扉を開けるんです。右側ね、はい。で、右、そうだね、カムシの同じような感じで、はいはい、じゃあ行きましょうかって言っちゃうな。とりあえず右の扉開けて行きたいけんいいと。はい、借りちゃうだね。はい、よし。いよいよもう最終終盤も終盤、うん、ですね。元凶に次は向かいたいと思います。もうパート2か3ぐらいで終わっちゃいますね。よし、では、ご視聴ありがとうございました。